サムルノリは朝鮮の伝統楽器であるケン外リチンチャングプクを用いた韓国の現代音楽。プンムルノリと呼ばれる農村地帯の伝統的な農楽をもとに1970年代以末に舞台芸術としてアレンジされたパーカッションアンサンブルである。名称は1978年に結成された演奏グループサムルノリに由来し4種の伝統楽器を用いた演奏。 そのものを指すようになった。韓国の農楽そのものをサムルノリと呼ぶのは御用である。伝統楽器奏者として、すでに知られていたキムドクスが、1978年2月に4種の打楽器による演奏を試みたのが始まりである。1980年、キムドクスをリーダーに、キム・ヨンベ、チェ・ジョン・シル、イグ・グアンスが加わって、サムルノリが結成された。 彼らは農村に古くから伝わる農楽をリズムごとに整理し体系化した演奏をするようになった。元々の農楽では通常立った状態で踊りながら演奏するがこのバンドは室内で座って演奏する舞台用の演奏である。サムルノリは反国内外で積極的に活動も行ってる。サムルノリは4ものの遊びという意味で 地方ごとに異なる能楽の中でも必ず用いられる4つの楽器で演奏する。チンは風を、プクは雲を、チャングは雨を、ケン狩りは雷を表現し、また金属製の楽器は天を表し、木と川の楽器は地を表すと言われており、4つの楽器が奏でる楽曲は天地、宇宙を表現するものであるという。ありがとうございます。